チェトニックは第二次世界大戦下のユーゴスラビアにおけるセルビア将兵によって組織されたナチスドイツへの抵抗組織。名称はチェトニックとも表記されるが以下チェトニックで統一する。1941年4月6日、アドルフ・ヒトラー率いるナチスドイツは国防軍の大部隊でユーゴスラビアを攻撃し、た叩く間に占領した。 ユーゴスラビア正規軍は10日程度で壊滅したものの、民衆による抵抗がこれに変わった。当初、ユーゴスラビアに抵抗組織は2つ存在し、一つがヨシップブロズチとを率いるユーゴスラビア共産党を中心とする人民解放パルチザン部体操司令部、もう一つが本校で衝述するユーゴスラビア王国。チェトニックは軍事抵抗組織であり、 その思想心情は19世紀にトルコと戦ったセルビアゲリラにちなんで付けられた名称からわかるように徹底した大セルビア主義、反共主義であった。指導者ドラジャミハイロビッチに率いられ放棄したチェトニックだが一方でユーゴスラビア王国軍の負の面を有していた。山岳地帯でのゲリラ活動が主であったにもかかわらず平地での正規専用の戦略や戦術を重視しており、 軍の構成や部隊編成も当然ながらその域を出なかった。また早い時期から内部が腐敗に染まり、規律にも欠け、不正規戦の遂行に欠かせないはずの地元住民の指示を得られなかった。実際の軍事行動でも徹底的な相当を仕掛けられるのを恐れてか本来の敵たる数軸軍と積極的に戦おうとせず、同じユーゴスラビア系のクロアチア独立国の部隊と、 終わりなき生産な戦闘を繰り返していた。さらに、イギリスから支持されていたユーゴスラビア亡命政府の反乱は許されるべきでないという方針の下に、チェトニックと同じく数軸側に対し武装抵抗を行っていた、はずの地頭のパルチザン部隊と敵対し、攻撃を仕掛けていた。米英と協調していたソ連も亡命政府に肩入れし、チェトニック支援に回り、 地頭のパルチザン部隊に対しては、チェトニックとの統一すら迫った。上述の通りチェトニックはユーゴスラビア亡命政府から強い支持を受けていたが、1941年11月からは、ナチスとその傀儡勢力であるセルビア旧国政府と協力関係に入り、地頭のパルチザン部隊と戦った。しかし、1943年9月にイタリアが降伏すると、 精力的に衰退の一途をたどり、翌年には連合国からの支援も打ち切られ1945年5月に崩壊。指導者であるミハイロビッチは崩壊後逃亡するが、1946年3月に逮捕され、処刑された。チェトニックが行った数軸軍への抵抗といえば、補給路を断ったり格乱させる程度の破壊工作のみであり、対照的にクロアチア人とムスリムを 徹底的に虐殺した。犠牲者数はチェトニックによれば、クロアチア人約20万7千人、ムスリム約8万6千人である。なお、1990年代に勃発したユーゴスラビア、紛争時のセルビア人民兵の中には、上記の民族主義の思想的系譜を再評価、引き継いだ者として、チェトニックを名乗る者がいたほか、 セルビア旧新党のような極右政党が、チェトニクの後継を辞任するなどしており、今日でもセルビアスルプスカ共和国を除く旧、優護諸国はじめ各国で警戒されている。ありがとうございます。